取れた曲は看板娘でアップルでした。お願いします。よろしくお願いします。ということでね、まん延防止等重点措置が延長されている中ではありますが、こうして無事に2月定期公演開催させていただくことができました。いや、皆さんにはすごいご不便をおかけしてるんですけど、感染予防対策にご協力お願いします。お願いします。はい、そしてね、今回私たち衣装がね、バレンタインっぽいやつを着たんだよね。そう、実はこれ愛ちゃんの私物でした。そう、私物今日貸してもらったの。そう、初めて着るよね、だから可愛くない？そう、もう一生着ないかもしれない。いいよね。そう、ありがとうございます。今日はね、お写真をたくさんパシャパシャ撮ってほしいな。最新でね、そう、SNS にもね、ハッシュタグつけて、ぜひ。なぜお商店アイドル、看板娘まる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 着れるけどね。そう、つけて投稿したら投稿投稿アップしてもらえると嬉しいです。お願いします。ということで、そろそろ次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。看板娘で大好き。Yeah.
看板娘で大好きでした。ありがとうございます。はい、ということでね、今日の定期公演のサブタイトルに、ちょっと少しおすすめのバレンタインっていうのがあるんですけど、かのんちゃん、今年のバレンタイン、なんかした？私は家族用にあの生チョコタルトを作った。え、おいしそう。そう、なんかツイッターに載ってたよね。あ、そうそう、ツイッターにもしたんだけど、結構簡単なレシピを探して作ってみた。え、そんな簡単に作れるの？そう、なんかオーブン使わないみたいなのやって、すごいね。美味しかった。食べたい。あいちゃんもなんかやった？私は作ったりはしてないんですけど、ハートのツヤツヤのチョコレート。赤いやつ？赤いやつ？赤いやつ、あれをパパにあげました。おぉ、いいね。そう、でもね、自分がどうしても食べたくなっちゃって、なんかすごい宝石みたいだし、確かに。パパにあげた後に、ハートのチョコちょうだいってもらって、自分が食べちゃいました。でもあるあるよね。そう、だって可愛いし。そう、家族にあげたのちょっともらうみたいな。そう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 。それ以外にいっぱい食べちゃった。確かにね。てかさ、私たち看板娘ってさ、本当はあの、今ちょっと感染症の関係でやってないけどさ、昔は、手作りチョコを定期公演の時に抽選でね、渡してたよ。プレゼントしてたもん。あれって作るのもすごい楽しかったから。そう、そうそう。もう2年もやれてないの。そうね。みんなで、そう、メンバー1人ずつさ、みんなで一斉に作るんだけど、なんか好きなものを入れてね。でもいつもね、どうしてもなんか石みたいに硬くなっちゃうからね。なんか歯が折れそうな感じで。そうそう。チョコをさ、溶かして作るけどさ、板チョコよりめちゃめちゃ分厚いさ。だから、チョコも作るから。ファンの方に硬いって。そうそう。歯が折れるって言われて。でもね、いつかまたできたらいいね。ね、硬いチョコ渡したいね。硬いチョコ渡したい。はい、ということで、ね、そろそろ次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。看板娘で、おいでよ安城商店街。私たちの街、ゼミがあるアント駅前。
て、おいでよ安城商店街でした。はい、ということでね、あっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいましたので、ここで今後の告知をお願いします。はい、3月4日の金曜日22時から金曜日のオアシス看板娘のずっとグダグダラジオを放送します。メールの宛先はpitch@838.fm です。たくさんのメールお待ちしてます。お待ちしてます。そして3月の定期公演は3月26日土曜日です。箱天キーボーイズにて開催予定ですが、コロナの状況によってどんなのかわからないので開催されることを祈ってます。よろしくお願いします。その他の私たちの活動は YouTube、Twitter、アメブロなどインターネットでも発信しています。安城スペース看板娘まるって検索してください。はい、それでは最後の曲いきたいと思います。それでは聴いてください。看板娘でハッピーテーム、看板娘バージョン。Thank you.
ハッピータイム川場無線バージョンでした。それでは今日はありがとうございました。以上、私たち安城商店街アイ